ターゲン黒いですか。まるでファッションみたいにこんなものに惹かれるやつがいる。歴史をきちんと教えていませんからね、この国は。犯人がこの落書きをしたと。事件については話していただけないようですね。当然です。これ誰だか分かりますか。有名人の赤ん坊時代なんですけど。ずいぶん古い写真ですね。日本人じゃないのは分かりますが。アドルフ・ヒトラーですよ。変われば変わるもんですね。アメリカの新聞社がアンケートを取ったんです。もし過去に戻れるなら赤ん坊のヒトラーを殺すか。半数近くの人がイエスと答えたそうです。いかにもアメリカ人らしいですが、僕もそう問われたらイエスです。過去に戻れない以上意味のある数字とは思えません。単なる思考実験に過ぎませんよ。だとしても社会に害を及ぼす芽はさっさと摘むべきだという民意じゃないですか。僕はね、この国は少年犯罪に対して甘すぎると思うんです。未成年だからって厳罰に処されないのはどうしても納得できません。まあ少年法についてはいくつか議論はありますがね。